長いシーズンがいよいよスタートだ。ちょっとリセクションそうな熱い。おかしい。40番お願いします。一つ一つのプレーを集中してやらないおはようございます。おはようございます。なんとなんと四国リーグなんと開幕でございます。なんとなんと、いや今日はですね、大事な開幕戦、中村クラブ対戦しますね。本当たどつ、リーグ戦ということでめちゃめちゃ、ね、めちゃ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 新しいメンバー入ってます。今日ねどういうところで使われるかね、一つ見どころプラスちょっと僕がねベンチ入るかどうかちょっと怪しい。誰も気にしてないで、気にしてないで、誰もどうでもいいと思う監督何みたいなってことですね。やっていこうかなと思います。でですね、見てください、この服。これ現代アーティスト工場さんがデザインしてくださいました。めちゃくちゃスタイリッシュ。体は全然締まってないですけど服はかっこいいです。かっこいい、なんかだらしない僕でもなんかかっこよくってことですね。もう新しい、練習着もいただいたということですね。もう皆さん本当にスポンサー、感謝本当に、しながら僕らでサッカーをさせていただいておりますので、これですね結果で、ね、見せていきたいと思います。しっかりと開幕戦絶対勝ちたいと思います、ね、皆さん、ね、よろしくお願いします。ってことで、はい、行きましょう。ちょっと待って、ベンチ入りたい、ベンチ、お願い、ベンチ入りたい、ベンチだけ行ったんで近くで試合行きたい、試合見たいだけ。これ SG4 時間。ん？ SG4 時間。おはようございます、今シーズンから個人応援として企業さんから、横断幕を作成していただいてます、まあ、他の選手の方も応援していただけると嬉しいのでまた応援よろしくお願いします。どうぞ。うん、ミスった、あ、またミスった。よし、じゃあ、説明します。まず守備なんやけど、もう練習で言ってると言ってる通り、なので今日のポイントはもしかしたら1点目かもしれない。1点目、やっぱりホームの開幕戦としてやっぱりこうやって見に来てくれる人がいるっていうところで、今からのウォーミングアップも含めて、やっぱサドス FC っていうサッカーとこのチームをしっかり見せないといけない。何を見せないといけないかって言ったら、やっぱり勝つっていう目標に向かって全員がやってるんだっていうのを見せないといけない。今日この日からこの試合から一つ階段を登って、ね、新しいチャレンジをできるように、1ページ目をしっかりめくれるように今日いい試合にしましょう。うん、OK、よし、じゃあ、はい、長いシーズンがいよいよスタートかなと。もうこの間の負けはもう気にせんと、約10月ぐらいまでかな、頑張りましょう。よし、よし、1年頑張りましょう。よし、よし、やってみようぜ。やってみようぜ。やってみよう。一旦ね。ちょっとベンチの層が熱いっていう。おかしい。先週と今週チーム変わっちゃった。入れない。チームもちょっと映してください、これ。ベン。8番。おかしい。2番。2番。一桁だ。3番。3番。4番。4番。さすがベンチ外無理です。7世気持ち見せましょう。よし、ゾン、はい、40番お願いします。1番カジです。よしよし、
然得失点差もあるんで、もう緩めることないように、もし交代カードがあるとしたら、もう本当に攻撃的な、まあ、メッセージだと入れていくのと、もう一個はイレギュラーあったらです、まあ、これも要は今日のテーマがあるとしたら、これゾーン3の崩しのこのフェーズをやっぱりしっかり と、チームで、取り組んでいかないと、もう自分の数字とかフィニッシュの精度とかもうこだわってやりましょう。でその一つ一つがやっぱチームを助けになるやつ、そんぐらい一つ一つのプレーを集中してやらないといかん、やっぱ来ている人のために、出てない人のメンバーのために、一歩一歩しっかりやらんだったらいだね。 OK、 みんなで行こう。じゃあ行こう。行こう。行こう。前半の流れに、ベンチメンバーすぐ入れるように流れ止めんように入ってきたら、はい、いくよ。 OK、 ゾーン、始まりはもう一緒に遅らせない。40番でお願いします。今日はいろんな、特に城南の子が来てくれて、その見に来てくれた人の感謝を、今からしっかり示すと同時に、そういったものをまたプレーで練習からしっかり示せるようにしましょう。 OK、 はい、じゃあお疲れ様でした。 OK、浜辺よー、ありがとうございました。当たるか。エンディングってことですね、お疲れ様でした。監督も言おったんですけど ね、はい、僕はベンチがあるということで、今日は、お礼をさせていただきました。10対11っていうのもあったのもあったんですけども、なんていうんですか、13対0めちゃめちゃいいスタートを、ほんまに見るめちゃめちゃいいスタートを切れたかなと思います。来週はアウェーで、ヤマスの、試合となります。またね、アウェーの初戦、厳しい戦いになると思うんですけども、勢いのまま、来週も勝っていこうかなと思います。皆さんぜひ、よろしくお願いします。では皆さん本当にお疲れ様でした。また来週からも頑張っていきます。よろしくお願いします。今日はしっかりいきます。
マジコンなんか入れたやろ、これ。